はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、1月の12日に発売されるストラクチャーのですね、まあちょっとお話なんですけれども、ブラックマジシャンと、まあ、聖眼が強化されるストラクチャーが、まあ、1月の12日に発売されることが、ジャンプフェスタの、公式放送にて発表になりました。この辺の細かい情報はですね、新規カードの、解説とか、は、まあ、リンクスまとめ動画また別で出してるんで、そっちよかったら見てください。こちらのですね、今日はね、あのストラクチャーデッキ EX、まあ、ブラマジが強化されるということで、やっとね、あのアテムが強化されるわけですよ。久しぶりですよね。なので、まあ、ブラックマジシャン関連カード、まあ、何が来るか分かんないんですけど、とりあえず僕が、まあ強いなと思ってる、まあ、カード、まあ、実装される可能性があるカード、これをね、全部解説していこうかなというふうに思っております。私、あの OCG の方でもね、あのブラックマジシャンデッキが一番好きで、多分一番使ってるデッキなんじゃないかなと、思うんですけれども、何が来るか分かんないんだったらもう全部解説したれっていうことでね、やっていこうかなと思ってます。で、これ一応ね、動画の、これから、説明する内容なんですが、実は、この情報が発売される前に、ブラマジ強化パーツ来るんじゃねみたいな動画を、実は撮って、編集したんですよ、もう。そしたら、新情報来たんで、まあ、ちょうどいいなと思って、後ろにくっつけてある動画、そんな解説動画になってますんで、よかったら最後までご覧ください。それでは行きましょう。ということで、今回は、私が大好きなブラックマジシャンデッキの、強化のパーツをね、解説していこうかなと思ってます。まあ、何が来るか分かんないんですけど、知っておく分に損はないので、ぜひね、あのブラックマジシャンデッキが好きな方、ブラックマジシャンデッキがどういう動きを、まあ、しているのか OCG の方ではね、分からないという方、にはね、ぜひ最後まで、付き合っていただければなというふうに思っておりますが、まずですね、ブラックマジシャンの強化パーツとして、まあ、めちゃくちゃ強いカード全部紹介するんで、あのどれが来るか分かんないですけど、何らかのカードは来るかもしれないと思って聞いてください。はい、まあ、これオタクが来るかもしれないとか言って騒いでるだけなんで、本当に来るかどうか分かりません。はい、でまずですね、これですよね、永遠の魂っていうこの最強カード、これはね、これは来ないと思うわ。これは来ないと思う。どういう効果持ってるかっていうと、あの永続トラップで1ターンに1度あの2個のうちどっちか発動できますよと、自分の手札墓地からブラックマジシャンを特殊召喚できるよっていう効果ですね。これ何回でもブラックマジシャン蘇ってくるんでめっちゃ強い。はい、で、さらにデッキから、ブラックマジックかサウザンドナイフを手札に加えるっていう、これもめちゃくちゃ強いです。はい、で、このカードが魔法トラップゾーンに存在する限り、ブラックマジシャンが相手の効果を受けないとかいうヤバすぎるテキスト、これやばいんですよ。これもう本当にブラックマジシャンが攻撃力が3000とかあったら絶対許されない、2500だからギリ許されている、相手の効果を何も受けないというね、これがめちゃくちゃやばいです。まあ、要は今で言うと効果技の落とし穴とか因果切断とか、まあ、そういうなんかその相手のカードでなんか除去してくるようなカード全部受けないんで、まあ、普通に戦闘で破壊しろと、基本的にはそういうことですね。で、表側表示の、これデメリットなんですけども、表側表示のこのカードがフィールドから離れたら、自分のフィールドのモンスターを全部破壊するよっていう効果を持ってるんで、まあ、これだけメリットじゃなくてデメリットですね。まあ、サイクロン環境が、まあ、異常にきついっていうことだけ言っておきます。次、マジシャンズ・サルベーション。これね、めちゃくちゃ最近追加された、カードなんですけど、このカードの、発動時の効果処理で永遠の魂をデッキからセットするっていうね、やべえこと書いてるんですよ。フィールドの方なんですけどね。これで、永遠の魂を、まあ、実質サーチできるようになりましたんで、これかなり強いです。かなり強い。まあ、これもね、永遠の魂が来ないと思うんで、これも多分来ないと思います。はい、で、自分がブラックマジシャンガールまたはブラックマジシャンの特殊召喚に成功した場合ね、そのモンスターの対となる、まあ、師匠、もしくは弟子、を墓地から特殊召喚できるっていう、まあ、これも強いんだよね。モンスター2体並ぶんでね、まあ、素材にしたりいろんなことができるんですけども、ブラックマジシャンとブラックマジシャンガールがいる場合に発動できるみたいなカードも結構いっぱいあるから、まあ、こういうカードとかを使うことができるんですけども、これ非常に強力なフィールド魔法になってましてね、ブラックマジシャンにブラックマジシャンガールを、入れる意味が出てくるっていうか、今のデュエルリンクスのデッキブラックマジシャンガール入ってないんでね、一切なんで、まあ、こういうカードが来てくれたらワンチャン入るようになるんじゃないかなというふうに思っております。次、魂のしもべ。まあね、こいつもね、かなりやばいカードでございまして、ブラックマジシャンデッキであれば、
もう3積み安定のカードなんですけども、多分これも来ないですね。はい、これも来ないです。魔法トラップカード全部強いんだよな。このマルニマンの効果は1に板に一度しか使用できないよって書いてあるんですけど、まず1番目、自分の、手札デッキ墓地から魂のしもべ以外のブラックマジシャンのカード名か、ブラックマジシャンガールのカード名が記されたカード、これめちゃくちゃ多いんですけど、まあ、例えばマハードとかもそうですし、あと普通にさっきの永遠の魂とかもそうですし、あと黒の魔導陣とかもそうなんですけど、そういうカードを、デッキの、一番上に置くっていう、まあ、置くだけなんですよこのカード、まずね。あ、なんですけども、この2番目の効果、これがね肝です。自分のメインフェーズ墓地のこのカードを除外して、あ、これ最初の1番目の効果使った後すぐ使えるんですけど、お互いのフィールド墓地の守護神官、またはブラックマシャン、またはブラックマシャンガールの種類の数だけ自分はデッキからドローする。まあ、要はバットか墓地にブラックマジシャンがいれば、1番でサーチして、サーチというか、まあ、デッキのトップに置いたカードをすぐにドローすることができますよっていうことなんですよね。要は墓地肥やしができているとか、まあ、場にすでにブラックマジシャンが出ている状態でこのカードを使うと、まあ、最低1枚はドローできるので、実質このカードがサーチになるっていうことですね。で、まあ、やばい動きとしては、やっぱ守護神官とかブラックマジシャンとかブラックマジシャンガールとかの、墓地とかフィールドにめっちゃ並んでる状態でこのカードのドロー効果を使うと、なんか一気に4枚とかドローできることがありまして、ぶち壊れてるんですよね。4枚とかドローできるんですよ。急に。魂の下で墓地から除外って言って、ブラーって4枚ぐらいドローして、なんかめちゃくちゃカードを引き込むみたいな動きもできるんで、これ通ったらめちゃくちゃ強いカードです。はい。まあ、多分リンクスには来ません。次。師弟の絆。これはね、ワンチャン来るかなと、思ってるんだけど、ワンチャン。うん。このカード名のカードは1枚しか発動できませんよと、一旦にしよう。で、1番目、自分のフィールドに師匠が存在する場合発動できます。はい。ブラックマジシャンがいる場合、手札、デッキ墓地から弟子を呼べると。弟子を呼びます、弟子を。はい。ブラックマジシャンガールをね、呼んで、でその後、デッキから、ブラックマジシャンまたはブラックマジシャンガールの必殺技系カードを、魔法トラップゾーンにセットできますって書いてあるんですよ。もう点の量すごいんだけど、これ点の量すごいんだけど、まずこれは、魔法、トラップを全部ブラックマジシャンがいる場合ね。で、これは、あれなんだっけ、表側フィオジの、モンスターを全部で、これは、相手だけね、相手だけ。で、これは、相手のフィールドのカードを全部ブラックマシャンとブラックマシャンガールがいる場合で、これは、ブラックマシャンとブラックマシャンガールがいる場合、なんかその、打点がアップするみたいな、ブラックマシャンのブラックマシャンガールのなんか攻撃力分ブラックマシャンの打点がアップするよみたいな効果です。はい。この必殺技系超絶かっこよすぎカードたちのどれかをセットすることができると。でしかもこの師弟の絆っていうのはブラックマシャンの名前が記されてるんで、例えばマジシャンズロット杖ですね、杖であるとか、あとこのさっきの魂のしもべであるとか、まあ、こういったカードで、サーチすることができると。これが強いんだよね。でしかもなんか、まあ、リンクスだとちょっと遅いけど、まあ、OCG の方ではブラックマジシャンを場に呼び出すのがめちゃくちゃ簡単なんで、まあ、ここでいきなり指定の絆を打ってめちゃくちゃ最強の、魔法カードをセットして相手ターンを相手ターン相手のカードを全部分発するみたいなことができるんで、これ非常に強力です。はい。次、これがですね、アルティメット最強サーチモンスターなんですよ。これマジ強くて、このイリュージョンオブカオス、これもねめちゃくちゃ最近実装になったカードなんですけど、これね万能サーチおじさんです。はい。カオスフォームにより降臨とか書いてあるんだけど、月式モンスターだから一応ね、なんだけど、これで、ね、なんか月式召喚するのあんまなくて、この1番の効果をねとにかく使っていきますね。自分の手札のこのカードを相手に見せつけると、まあ、オルタナティブみたいな感じですね。見せつけて、で、儀式モンスターを除く、ブラックマジシャン、またはそのカード名が記された、モンスター1体をデッキから手札に加える。その後、手札を1枚選んで、デッキの一番上に戻すという。まあ、要はアドバンテージは稼がないんだけどさ、1枚サーチするわけじゃないから。なんだけど、なんでもモンスターだったら持ってこれるんですよ。例えばマジシャンズロットであるとか、まあ、後でやるんだけど、マジシャンズソウルズであるとか、こういう、なんかそのブラックマジシャン系のモンスターを全部持ってこるんだよね。手札に。これがねぶっ壊れてます。やっぱサーチのサーチみたいな感じですね。サーチのサーチがあるデッキはね安定するんでめっちゃ強いんですよ。これ強いデッキの条件です。1番目の効果、これをめっちゃ使っていく。でさらに2番目の効果も実は結構強くて、これ出るとね、相手がモンスターの効果を発動した時、
このカード、あ、これモンスター効果なんで、まあ、フィールドにいないといけないんですけども、相手がモンスターを発動したとき、このカードを持ち主の手札に戻して、墓地からブラックマジシャンを特殊召喚しながら、その効果を無効にできると。要はブラックマジシャンのお素材にして出して、イリュージョン・オブ・カオスかなんかをね。で、相手のモンスターの効果を無効にしたら、まあ、こいつが手札に戻りながら、墓地からブラックマジシャン出てくるんで、まあ、例えば魔導陣が発動されていれば、相手のモンスターを除去したりとか、除外したりとか、あとまた、イリュージョン・オブ・カオスがもう一回手札に戻ってくるんで、またサーチ効果を使うっていう、この次のターンにね、ことができるんで、これ非常に強力です。儀式したとしてもね。うん。次、これ、マジシャンズ・ソウルズ。これもね、多分来ないね。これめちゃくちゃ強いんだわ、こいつ。これさ、タオクシオと書いてあるんだけど、1、2の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できませんよって書いてありまして、まず1番目なんですが、このカードが手札にある場合、デッキからレベル6以上の魔法使いとかモンスターを墓地に送る。これ何でもいいです。墓地に送るのは、レベル6以上の魔法使いとかであれば、まあ、要は、ウィッチクラフトとかでもいいですし、魔法使いだったらね、ブラックマジシャンとかブラックマジシャンガールでも何でもいいんだけど、これ、送りましてここまでコストで発動できますと、このカードを特殊召喚するか、このカードを墓地に送って、墓地からブラックマジシャンかブラックマジシャンガールを蘇生するっていう効果を発動できるんですよ。まあ、要はこのカードを特殊召喚してもいいですし、こいつを墓地に叩き送ることによってブラックマジシャンを蘇生するっていうこともできますよみたいなこと書いてあるんですよ。まあ、要するに1枚このマジシャンソル1枚あればブラックマジシャンがデッキから出せるっていうことなんですよね。墓地にブラックマジシャン叩き落として、で、このカード墓地送るよ、その後墓地に送ったブラックマジシャン蘇生するよみたいなことを、まあ、一連の処理中にできるんで、これがマジで強い。まあ、リンクスだと魔導陣貼って、で、このマジシャンソウルズ発動って言えば、もう相手のカード1枚除外できるんで、めちゃくちゃ強いですよね。魔導陣が、そもそも結構ね、未だに強いからさ、サイクロンとかで破壊できなければ強いんで、これめちゃくちゃやばいことしてます。はい。で、2番目の効果も結構強いんだわ、これ。自分の手札フィールドから魔法トラップカード、これフィールド上にいる時の効果ね、マジシャンソウルズが。こっち特殊召喚した後に2番の効果使うっていうこともできるんだけど、自分の手札フィールドから魔法トラップカードを2枚墓地送って、墓地送ったカードだけ自分はデッキからドローする。あれですわ、なんだ、事故ってしまった場合、例えばなんかそのティマイオスのマナコめっちゃ来たみたいな、いらねえみたいな時とかにティマイオスのマナコを捨てたりとか、あと強い動きはナビゲート、マジシャンズナビゲートとかをなんかパッて墓地送って引いたりカードをね。あとさっきのその魂のしもべとか、これ墓地から発動できる効果あるんで、これとかを墓地に送って、まあドロー効果に変えたりとか、まあいろんな使い方ができるんですよね。このマジシャンズソウルズのドロー効果によって意外と手札事故減るんで、ブラックマジシャンは。これはこれでありという。まあ要は動けなければソウルズを特殊召喚して、ドローに変えていって、まあなんとかするみたいな動きもできるんでね。はい。まあこれは圧倒的な初動カードなんで、全然太古の白石とかブルーアイズに比べるとね、ああいうカードと比べると全然強いんですよ。急に出るんでブラックマジシャンが。だからこれは多分来ない。でやっとここ来たわ、幻想の見習い魔導士。これはね、なんかね、来るっていう予想をしてる人がめちゃくちゃ多いです。でこのカードはどういう効果を持ってるかっていうと、このカードは手札を1枚捨てると手札から特殊召喚できますっていう効果ですね。はい、簡単ですね。でこのカードが、召喚特殊召喚に成功した場合、デッキからブラックマジシャン1体を手札に加えると。これが強いんだよな。まあ、やっぱまだ永遠の魂は多分魂は来ないと思うんで、リンクスにはね。ってことは、まあ、まだナビゲートで出していくことになると思うんですよ、ブラックマジシャンを。ってことは手札にブラックマジシャンがいないといけないんで、まあ、ブラックマジシャンをサーチできるこのカードはさすがに強いです。さすがに今なんだっけ、プラネタ、矮星竜プラネタとかでサーチしてると思うんですけど、ブラックマジシャンデッキのブラックマジシャンは、あとあれイリュージョンマジックとかでサーチしてると思うんだけど、これ特殊召喚すれば簡単にサーチできるんで、これめちゃくちゃ強いです。まあ、ただ問題点としては、場が埋まるっていう問題点があるんですよ。マジシャンズロットと魔導士を両方とも出してしまうと、もう場が埋まっちゃってナビゲート使えないっていう、ブラックマジシャンデッキのね話があるんで、まあ、ロット今リミット3だから多分入んないと思うから別にいいんだけど、そのリミットもし後々解除された後とかには、このカードとロットだけで場が埋まってナビゲートできんっていう問題が発生しそうっていうのがちょっと若干懸念点ですね。でこれも強いんだよ、このダテアップ効果。
このカード以外の自分の魔法使い族闇属性モンスターが相手モンスターと戦闘を行うダメージ計算時、これ別にブラックマジシャンじゃなくてもいいんで、魔法使い族闇属性であれば何でもいいんで、この条件に当てはまるモンスターであれば別に大丈夫です。で、こいつが戦闘、この条件に合うモンスターが戦闘を行う場合、手札フィールドのこのカードを墓地に送ると、打点が2000アップします。はい、ダメージ計算時のみ。これ強いんですよね。要はブラックマジシャンに、話を戻して、この2000アップの話をすると、4500までのモンスターを突破することができると。ブラックマジシャン の弱点って何ですか？そうなんですよ、打点が低い、これが弱点なんですけども、この打点をアップすることができるっていうことで、手札にもしかしたら見習い魔導士持ってるかもしんないなと思って相手はプレイングしなければならないんですよ。これ強いよね、めちゃくちゃ強いと思うわ。これ来てくれたらね、かなり強くなると思いますよ、ブラックマジシャンデッキ。はい、次、これね、合体竜ティマイオスっていう、ティマイオスのマナコがモンスター化したね、カード、これもかなり最近追加されたんですけど、これがねまた強いんだよね、このモンスター本当に強いの。これ1、2の効果それぞれ一旦に使用できないんですけど、まず1番目の効果、これはブラックマジシャンの、カード名が記された魔法トラップか、または、魔法使い族モンスター1体を墓地に送ると、手札から特殊召喚できますっていう。そもそもね、2800打点あるんで結構高いんですよね、打点が。はい、ブラックマジシャンは余裕で超えている。で、このモンスターのこの、1話で特殊召喚したところで何が起きるのっていう話なんですけども、これね、2番目の効果で融合を内蔵しておりまして、手札および自分のフィールドの表側表示のカードの中から、送って特殊召喚した後に2番目の効果を使って融合できるんですよ。自分のメインフェーズ、自分の手札フィールドから融合モンスターカードによって決められた魔法使い族モンスターを含む融合素材モンスターを墓地送って、その融合モンスター一体をエクストラデッキから融合召喚すると。別にブラックマジシャン関連じゃなくてもいいです。融合するんだったら。なんですけど、一番やっぱかっこいい動きとしては、これをね、これを出していくっていう動き、この竜騎士ブラックマジシャン、これを出していく動きが超かっこよくて、これドラゴン族なんですよ、この人ドラゴン族なんですよ。だからブラックマジシャンと合体で、自分をね2番目の効果で自分を巻き込んで融合するっていうことももちろんできるんですよ。なんでブラックマジシャンプラスドラゴン族で竜騎士ブラックマジシャンっていう、これワンチャン来るかもしれなくね、竜騎士ブラックマジシャン、この最強モンスター来たらマジブラックマジシャン始まるぞ、本当にマジでジンナビ最強みたいな時代来るぞ、うん。で、合体竜ティマイオスのこの2番目の効果によって、ブラックマジシャンとブラックマジシャンティマイオスをポチ送って竜騎士ブラックマジシャンを出して、魔導陣とかが、その対象に取れなく、さらに効果が破壊されなくなって、まあ、要はサイクロンとか効かなくなって、で、相手はこのモンスターを突破する方法が、まあ、非常に厳しくなると。永遠の魂っていうのはブラックマジシャンをなんか相手の効果から全部守るっていう最強の効果を持ってるんで、これフィールドに存在する限りね、ブラックマジシャンとして扱うんですよ。これ最強です。ちなみに先にこれやっちゃうと、2番の効果めっちゃ強くて、このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分のフィールドの魔法トラップカードは相手の効果の対象にならず、相手の効果では破壊されないって書いてあるんですよね。これがね、要は魔法トラップカードが全部呼吸トス化するということです。はい、厄介だよ。これいるとね、魔導陣がサイクロンできませんからね。魔導陣がサイクロン、またはコズミックサイクロンできませんからね。めちゃくちゃ強いです。まあ、ティマイオスのマナコでもちろん出せるんですけども、さっきのその合体類ティマイオスで出していくのが非常にかっこいいっていうことだけ言っとくわ。次、黒魔術の秘技。これはね、このくらいだったら来るかもしれない。リンクスにも。融合モンスターカードによって決められた、ブラックマジシャンかブラックマジシャンカードを含む融合サイモンスターを墓地に送って、融合召喚する、まあ、要はただの融合ですね。ブラックマジシャンかブラックマジシャンガールを巻き込んだ融合ができますよっていう、そういう、速攻魔法、だ要は相手ターンでも融合することができます。融合するかまたは儀式することもできまして、レベルの合計が儀式召喚するモンスターとレベル以上になるように、ブラックマジシャンまたはブラックマジシャンガールを含む手札のフィールドのモンスターをリリースすると、手札から儀式モンスターを、儀式召喚する、まあ、さっきのね、イリュージョン・オブ・カオスみたいな、こういうモンスターを儀式召喚する場合、こっちレベル7なんで、ブラックマジシャン1体で儀式召喚できるみたいなコンボがあるし、まあ、これロットでサーチできるってのがでかくて、要はマジシャンズロットが、融合にもなれるし、儀式にもなれるみたいな感じなんですよ。まあ、要はマジシャンズロットが、なんかマンジゴットになってるみたいなイメージ、ソニックバードとかなってるようなイメージなんですよね。
これがね非常に強力で、これで、まあ、何を出していくかっていう、この速攻魔法で、でじゃあこの最強の融合または下式魔法で何を出していくかっていう、何が出せるかっていう話なんですけども、やっぱりですね、なんかねワンチャン来るんじゃないかなって、来てもおかしくないなと思ってるのがこれですね、超魔導士ブラックマジシャンズ。これはねめちゃくちゃ強いんだけど、見てもらったら分かる通り並んだらけなんだよね、元祖並んだらけ融合みたいな話がありまして、マジで並んでるだけ、あの右と左に融合とはみたいな話なんだけど、召喚条件かなり緩くて、ブラックマジシャンかブラックマジシャンガールプラス魔法使い族だから、まあ、ロット杖ですね、杖とブラックマジシャンとかでもいけますし、ブラックマジシャンガールとマジシャンソウルズとか、なんかいろんな組み合わせ、魔法使い族デッキであれば何でもいけるんですよ。で、これね、あの1番目のね、まず効果がそもそもめちゃくちゃ強いです。はい、一旦に一度魔法トラップカードが発動した場合、自分はデッキから1枚ドローする。これ自分のターンでも相手のターンでも発動できるんで、自分のターンに1枚使って、相手ターンに1枚使えば、まあ、2枚ドローできるってことですね。でそのドローしたカードが魔法トラップカードだった場合、自分のフィールドにセットできると。セットした、ところで使えなきゃ意味ないんですけども、これね使えるんですよ。速攻魔法トラップカードをセットしたら、まあ、そのセットしたターンにね発動することができちゃうと。まあ、要は永遠の魂とかトップに引いたら、まあ、それ使えますし、あとあの速攻魔法でさっきのクロマチスの引きとか、こういうのが引ければそれ即座に使えると。これかなり強いですね。かなり強い。で2番目の効果ね、これも優秀で、このカードが破壊された場合、ブラックマジシャン、ブラックマジシャンガールを1体ずつ手札デッキ墓地から選んで特殊召喚する。まあ1回死んでしまったブラックマジシャンガールとかも蘇生できるんで、ブラックマジシャンガール1枚入れといて、まあワンチャンね出るようにしておけばいいんで、これ最高にかっこいいんだよね。まあ例えばブラックマジシャンとロットで融合してさ、クロマジの火持ってきて融合して超魔導士ブラックマジシャンズ出しといて、でめっちゃドローしながらこいつが破壊されたら、この師匠と弟子が出てくんのよ。硬いよね。だけど今のこのバウンス除外環境はめちゃくちゃきついです。リンクスインフレが進みすぎて、なんかバウンス除外めっちゃ飛んでくるんで、めちゃくちゃきついです。破壊してくれないから相手が。だけど破壊されたらいけます。自分で破壊するっていう、コートプレイングもできるんで、一応、狡猾な落とし穴とかで、自分の超魔導士ブラックマジシャンズを破壊して、ブラックマジシャンとブラックマジシャンガールを、なんかその特殊召喚するっていう動きも、まあ、できなくはないです。はい。ワンチャン。で、他にね、融合モンスターで言うと、まあ、さっきやった超魔導、超魔導じゃない、竜騎士ブラックマジシャンっていうのは、ま、いいと思うんだけど、これですね。これね、まあ、これも多分ね、来ないとは思うんだけど、これ最近出たカードで、ブラックマジシャンプラスカオス儀式モンスターっていう、なんかめちゃくちゃロマン性の高い融合召喚条件なんですよ。で、このモンスターなんですけど、効果ね、マジ豪快で、これ超豪快で、1、2、3ってあるんだけど、1番、融合召喚に成功した場合、自分の墓地の光闇、どっちか、一体を特殊召喚するよと。で、これ2番目の効果、これがね、通ったらマジで強い。自分のフィールドの光闇、一体ずつリリースする。リリースします。自分のフィールド上のモンスター。そうすると、相手のフィールドのモンスターを全部除外します。対象に取らない除外です。これめちゃくちゃ強いです。これね、ブラックマーシャンデッキだと、もう簡単に出せるんで、ティマヨスのマナコとブラックマーシャンに出てくるんですよね。そもそもの。だし、さっきのね、合体流、ティマヨスとか。でもいいですし、結構イリュージョンオブカオスがね、今回デッキに入ることになるんでね、基本的には。なんで、まあ、これで、まあ、融合召喚していけばいいんだけどさ、ちなみにこのクロマジの引きで融合召喚することももちろんできます。これで、この最強モンスター出して、全部相手のモンスター除外していくという動きね。で、さらに融合召喚に、したこのカードが戦闘効果打開されたら、自分の墓地の魔法カードを1枚回収できますよっていう効果もついておりますと。まあ、とても優秀ですね。はい。まあリンクスに来たら、なんだっけ、カオス儀式モンスターってなんかさ、マジシャン・オブ・カオスとかいるじゃん。なんか、ああいうのと一応儀式できます。儀式じゃねえや、融合できます。はい。というわけで、ブラックマジシャンサポート系カード、バーッとオタクが喋っていただけなんで、まあ、聞き苦しいところあったら申し訳ないんですが、ワンチャン来るかもしれないなと思ってるのは、この幻想の、見習い魔導士と、あと、超魔導士ブラックマジシャンズと黒魔術の秘技、これはね来てもいいと思ってる。うん、ワンチャンス
ということでね、本当に1月の1日楽しみなんですよ。おそらくね1日も、0時から、生放送すると思いますので、ぜひね時間の許す方は見に来ていただけると嬉しいです。最後に、動画どう思ったかね、ぜひコメント欄と高評価ボタンをポチッと押していっていただけると嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。